ハグリッドとケトルバーンから話を聞こう、やっていきます。リズがいました。ハグリッドとの話についてきてくれてありがとう。リズ、リズも R がついてるけどね。俺なんかいらないわよチョメ。ハグリッドに会いに行くのは好きだもの。私と同じくらい生物のことが大好きな人って彼くらいしかいないわ。でも時々私の方が生物愛が強いんじゃないかって思うことがあるのよね。あなたはどう思うチョメ。生物愛が強いのは私かハグリッドのどっちだと思う？リズも強い。まあ、リズって答えとくか。それは間違いなく君だよリズ。自分が興味あることに一生懸命な人ってすごく素敵だと思う。私の好奇心と情熱を分かってくれるなんて嬉しいわ。とにかく君が生物に興味があるからこそ一緒に来てほしかったんだ。それじゃあ私たちがここにいる理由を教えて。水中人についてハグリッドとケトルバーン先生に話を聞きたいんだよ。黒い子に入った時、水中人と決闘する羽目になったんだ。だからまた黒い子に入って安全に探索を進めるにはこの生物についてよく知っておく必要があるんだ。ただ僕は前にハグリッドから黒い子には入るなって言われてるから、怪しまれないためにも君が一緒に来てくれると助かるんだよ。次の探索がスムーズにいくように水中人について調べるのは賢明だわ。ハグリッドには私が水中人についてレポートを書いてるって言いましょう。そうすれば彼とケトルバーン先生からいろいろ話を聞けると思うわ。今のタイミングめっちゃ怪しいだろ。でもありがとう。それじゃあ行こうか。こんにちは、ケトルバーン先生、ハグリッド。大事な話の邪魔をしてないといいんですけど。いやいや、わしが保護地で世話してる魔法生物にこの美味しいパンプキンを食べさせたいという話をしておっただけじゃよ。そんなこと言ってくれるなんて嬉しいですよ。だけど、お前さんたち二人はどんな用があってきたんだ？さっきチョメに水中人について何か知らないか聞いてたの。彼らについてレポートを書こうと思ってるのよ。生物のことならとりあえず知りたいって思っちゃう質だから。そうだな、お前さんらしいや。でも君の好奇心は素晴らしいぞ、ミスタトル。しかもとても興味深い生物についてレポートを書くんじゃな。先生もハグリッドも生物のエキスパートだし、水中人について話を聞きたいなら二人に聞くのが一番じゃないかって思ったんです。いろいろ教えてくれませんか？いいじゃろう、わしらが知ってることを教えよう。やっていこっか。ハグリッドとケトルバーンに話を聞く。星5個で合格。8時間。今回8時間で星5個だからサボれません。最近グリーンデローが水中人を危害を加えるってお前さんに話したろ。水中人を収める方法を知らないか。魔法生物に関しては好奇心が止まらないの。どうして急にその生物に興味を持ってるんだ。感づかれるよな。好奇心旺盛な生徒がいるのはいいことじゃ。好奇心はそれによって問題を起こさなきゃ素晴らしいもんだ。チョメンは耳が痛いだろう。痛いです。何度もやってますからね。水中人が何かしらの理由で好意的になってるとか聞いたことあります？もうめっちゃ質問じゃねえか、ただの。わしらでも水中人やその風習に関してはあまりよく知らんのじゃ。まあ、水中の中だからね。水中人は間違いなく興味深い古代の種族じゃ。最近グリンデローが水中人に危害を加えているっていうのを話した。これはもうループだね、ハグリッドは。どんな生物でも怒らせれば攻撃的になるもんじゃ。逆になだめられれば収まってくるじゃろう。なだめればいいのか。じゃあね、どんどんやっていきます。はい、星5完了しました。ゲット。水中人のことを詳しく知ってる人はいないみたいだな。しかも最近はグリンデローが水中人を困らせてるのね。生物がそんないがみ合いをしてるなんて悲しいわ。動揺した水中人の心を収めてあげられる方法ってないのかしら。そんな風に考えるなんてお前さんらしいな。本を読んで調べた方が具体的なことがわかるかもしれん。君が前にグリンデローのことを聞いてた時も同じことを提案したと思うが。そうだったかもしれません。でもやっぱりお二人に直接話を聞くチャンスがあるならって思って、その方がいいレポートが書けると思ったので。またレポートか。チョメ、まさかこれはまたあれじゃねえだろうな、あのカナンの。ハグリッド、それはいらないって約束したじゃないか。そうだった、悪いチョメ、つい忘れちまうんだ。一体何の話じゃと聞きたいところじゃが、話したくないみたいじゃからわしもあえて聞かないでおこう。そうか、なら俺たちは中でパンプキン売買があるから。
私たちも次はどうすればいいか分かったわ。ありがとう。今から図書館で調べるわ。実は僕は最近マダムピースに目をつけられてるんだ。だから僕は図書館には行かない方がいいと思う。というわけでフローリッシュ&フロッツ書店に行こう。フローリッシュ&フロッツ書店で今から調査を始めましょう。待ち時間はなかったです。ストーリーパート5分の5、水中人について調べよう。フローリッシュ&フロッツ書店。私はお気に入りの本を大声で笑いながら読むんだ。お気に入りのいたずらでも大声で笑うぞ。マダム・ビラネルはフローリッシュ&フロッツ書店にある本を全部読んでおるのかな。どうなんだろうね。もっと時間があったらよかったのにと思うこと、それは読書だ。速読の呪文があったらな。パトロン後ろ姿。水中時に関する本はこれで全部よ。謎めいた生物。この生物についてはあまり何も知られてないの。あ、用意してくれてたんだ。ありがとう。いろいろ本を集めてきてくれてありがとうございます。マダム・ビラナル。うん、ありがとう。もちろんよ。知識を求めるお客さんのお手伝いができなかったら書店の店主は務まらないわ。知識を増やすというより娯楽としての読書かもしれないけどね。とにかく他のお客様のお手伝いをしてこないといけないからゆっくりしていって。探しているものが見つかるといいわね。水中人の調査を手伝ってくれてありがとう、キアラ。もちろんよ。カナの輪を手助けできるなら嬉しいわ。あなたの身の安全のためにも、黒い子にもう一度入る前に、この生物についてよく知っておかないとね。最初に入った時に水中人と決闘したっていうからなおさらだわ。前回君と一緒にここに来たのは、暴れ柳とアールとのつながりを調べるためだったな。今日もあの時みたいに運よく欲しい情報が見つかるといいな。そうね。水中人はピリピリしてるみたいね。ビズはもう一度黒い子に入る前に水中人を少しなだめた方がいいって思ってる。だからこの本を読んでなだめる方法を探そう。水中人について調べる。星3個で合格。3時間やっていきましょう。ループになると思うから星3個で放置しようと思っております。今回は紙で指を切らないように注意してるんだ。結構切っちゃうよね。水中人は知識のある魔法動物で世界各地に生息してるってここに書いてる。回復してきました。魔法生物は人気の題材だけど水中人に関してはあまり知られてない。水中にいるからね。住んでる水中人って寒水域に住んでる水中人よりも見た目が。この本はすごく古くてボロボロだ。今僕の手の中で表表紙がちょっとぐちゃってなった。もうこの一文を5回も繰り返し読んでる。ちゃんと集中しないと。この後ろもタップしよう。書かれてる文字がだんだんぼやけてきた。疲れてきちゃったのかな。どうなんだろうね。水中人は魔法の存在というステータスを提供されたけど動物のステータスの方を好んだ。水中人は水の中でも呼吸ができるらしいわ。でも短時間だけみたい。あ、そうなんだ。ずっとできるかと思ってた。調査って探してものが見つかった時は楽しいよね。確かにすごく楽しい。知性のある魔法動物で世界各地に生息してるってここに書いてある。あ、これこう、もうループだ。あ、これもループだ。髪切らないってことでしょ。今回は髪で指を切らないように注意してるんだ。じゃあね、これで置いておこうと思います。3時間がね、経過しました。星3個以上で合格ゲット。役に立ちそうなところはどこにも書いてないな。君はどうだけやら。今ちょうど興味深いところを見つけたわ。ニュート・スキャマンダーの本よ。読み上げるわね。頼む。初めて記録された水中人は古代ギリシャからやってきたセイレーンと呼ばれていたですって。セイレーンって何か知ってる？ちゃめ、正直ね、知ってるよ。知ってるよ。新しい水中人で、その歌声で不用心な船乗りたちを水の中に誘い込んだって言われてる。マグロの伝説みたいに映画にも出てたよね。本当ね。あんたのその知識はニュート・スキャマンダーも感銘を受けてると思うわ。それだけじゃないわ。スキャマンダーの本には他にもこう書かれてるの。スコットランドのセルキーとアイルランドのメロウは共通して音楽愛があり、それは水中人とも通じるものだ。水中人は音楽が好きだってことだな。音楽には泣いたり怯えたりしてる赤ちゃんさえも収める力があるもんな。沈めるね。そうね。音楽を聴いて気持ちが落ち着かない人なんていないんじゃないかしら。
私はタルボットみたいなあんまり感情を表に出さないタイプでも音楽を聴くとやっぱり落ち着くもの。それじゃあ免れざる客としてここに入っても水中人に和解の贈り物として音楽を聴かせればいいのかもしれない。チャメ、それすごくいいと思うわ。彼らのためにコンサートを計画すればいいのかな。それなら敵役のミュージシャンがいるんだ。なんかだんだん分かってきた。誰かな。幼女シスターズに会いに行ってくるよ。予想通りだ。まあ、カエルの聖歌隊っていうのもあったけどね。今回はまだ授業を終わらせてないので、次回予告がなかったです。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチャメでした。じゃあね、バイバイ、ありがとう。失礼します。